26年ぶりに帰ってくると話題の GTO だが、反町隆史の歌う主題歌ポイズンは泣いている赤ちゃんに聞かせるとなぜか泣き止むと話題になった。実験をしたところ100発100中で泣き止んだらしい。原因を調べると覚醒化と鎮静化の両成分が含まれているとのこと。最初のギターイントロで覚醒し、反町の歌声がフラットなメロディー、サビが高音域でも力強い低めの性質が鎮静化をもたらすらしい。いないいないバーと同様の効き目があるとのことだった。反町隆史は GTO で共演した松嶋菜々子と結婚した。 GTO の作者藤沢徹は少年誌デビュー以前は18禁漫画を描いていた。ちなみに師匠は江川達也。漫画原作では前作の湘南純愛組を含めドラマにないエロ要素が強いので注意が必要。 GTO リメイク作品では藤沢徹の妻藤沢綾乃が教師役で出演している。そうみんな、2012年にエグザイル・アキラ主演で GTO リメイクがあったことを記憶から消していませんか。